メキシコキンタナロー州の州都チェトマル市からハイウェイを、西に65キロメートル、さらにハイウェイから南に9キロ、メキシコとベリーズの国境にほど近い場所に位置する。遺跡の敷地は21エーカーの広さがあり、熱帯雨林の密林が周囲を取り巻いている。避難や神殿ピラミッド、宮殿、広場からなると市の中心部は、全域にわたって、石畳で舗装されており、 都市に降った雨水が溜め池へ流れ込むように巧妙に設計がなされている。このことから古典期において古墳立地が重要な都市であったと推測される。遺跡には200基余りのマウントが点在しているが、その大部分は未発掘であり、植物に覆われた小山のまま放置されている。考古学的な調査から古墳立地には、 紀元200年頃から定住が始まったと推測され、祭祀センターとしての建築活動は、古典紀前期終わり頃から、五古典紀後期始めの1200年頃まで、継続していたと考えられている。また、ユカタン半島の北部低地と古典紀において、マヤ文明の中心であった中部低地を結ぶ、通商路の中継地点であったと推測されている。建造物 A-1。 マスクの神殿はこの遺跡で最大の見どころであり、基壇上部への階段の両脇に左右それぞれ3体ずつの巨大な神のマスクのレリーフが並んでいる。王子はそのマスクは赤い化粧漆喰で彩色されていた。この建築物は古典期前期のものと考えられ、ペテン地方の建築様式との関連性を持っている。古代マヤ語での都市名はまだ判明していない。 古墳立地という名は、マヤ語起源ではなく、英語のコンリージを、マヤ語風に言い換えたものである。1912年に最初にこの遺跡を探検したのは、女川北岸の先コロンブスキの遺跡を調査していた、レーモンド・マーウィンで、当時クラークスビルと呼ばれていた、遺跡一帯を、近くにあった、木材伐採キャンプの名を取って、古墳立地と命名した。 1968年、部分的な洞窟によって、巨大なマスクの存在が明らかになるとともに、考古学者ビクター・セゴビアに率いられた金棚、老州南部の最初の考古学的なプロジェクトがスタートした。現在は遺跡公園として公開されている。日本語表記は、古墳立地と書かれるのが一般であったが、近年になって、表記揺れが見られる。高温立地。 高リッチも同遺跡を指している。スペイン語版の原文では古典期前期に主要な建造物が建設されたとある。また、活動年代も文献により異なるが、本校では公式サイトに従う。同様の巨大マスクはベリーズにあるラマナイ遺跡のものも有名である。また、古典期マヤ文明を代表する遺跡ティカルの 北アクロポリス建造物 5D-33 の発掘で、基団正面部分から巨大な漆喰塗りマスクが発見されている。スペイン語番原文では、ビクター・セゴビアが命名したとあるが、公式サイトの記述に従った。ありがとうございます。